ミマイナナ -28、十 -28、ミル二 -28 ロシア語は、ロシアの ML ミーリ記念モスクワヘリコプター工場の開発した重列複雑式攻撃ヘリコプターである。北、大西洋条約機構、NATO の用いた、NATO コードネームは、ハボック、ハボックとも表記される大混乱、大損害の意味。1972年より、 兵員輸送ヘリと攻撃ヘリの性格を合わせ持つヘリコプターである未 -24 の完成に続く形で未 -28 の仮名称を与えられた機体の開発が開始された未 -24 と大きく異なる点は兵員輸送能力を要求より外したことで未 -24 のような兵員輸送能力はなく純粋な対戦車作戦用攻撃ヘリコプターとして 設計されている。これによって、最高速度が未 -24 より向上し、敵戦車、ヘリコプターへの攻撃や味方のヘリコプターによる、揚陸作戦における援護といった場面においてより、高い戦闘能力を発揮する設計となっている。開発段階では、翼の両端にエンジンとプロペラを垂直方向に搭載し、さらに機体後部に推進用プロペラを、 搭載するといった非常にユニークな案も考えられた。しかし、結局、1977年に決定された設計は機体上部に一つのローターを持つ保守的なものであった。1981年に設計と機体の実物大模型が認可され、1982年11月10日に試作機ナン、no. バー012が完成し、1983年には 試作に号機であるナンバー零二2が初飛行にそれぞれ成功している。九百八十四年には初期段階での試験が完了したが、九百八十四年十月ソ連空軍は次期対戦車ヘリコプターとしてカモフ設計局のカマイナス五十を採用することを決定した。次期正式採用機の座は逃したものの、その後もミマイナス二十八の開発は細々と続けられ、 1987年12月、ミマイナス28の製造が、ロシアのロストフナ、ドヌにて行われることが認可された。1988年1月、新型ミマイナス28の試作機、ナン、no. バー032が初飛行した。初期の試作機より、強力なエンジンが搭載され、テールローターも3枚から X 型に変更されていた。 この未 -28A は1989年にパリ航空ショーで初公開され、1991年には未 -28A の2号機ナンバ、no. ー042が完成する。だが、開発の努力及ばず、1993年に未 -28A の計画は中止されることが決定した。性能的にか -50 に劣っているとみなされたこと、そして、 何よりも全天候型でないことがその大きな理由であった。1990年には 2-28A を分解した状態でイラクに輸出し、現地で 2-28L として組み立てる契約を見る設計局が交わしたが、この計画は湾岸戦争の勃発により白紙撤回された。こうして2-28の開発は一旦は中止されることと、 なったが、カマイナス50の生産、配備が、財政難により進まないこともあり、開発計画は続行されることとなり、1995年には、欠点とされた全天候、夜間戦闘能力を強化したミ、ミマイナス 28N が登場し、試作機、ナン、no. バー014は1996年11月14日に、初飛行した。N とはロシア語で、夜を意味する。 英語のアルファベットに変換したの頭文字から取ったもので、この機体の大きな特徴はメインローターの上部に装備されたレーダーであり、これによって全天候、夜間戦闘能力を確保している。このレーダーはボール型のカバーに包まれており、R-64D アパッチロングボウのレーダー装備方式に酷似している。また、機種下には各種の照準装置や、 撮影機材が装備されている。その他、新しい制御システムや武器システム、コックピットを導入、脅威を自動選択する人工知能も搭載されている。開発は、資金難から難航したが、2004年には改良型メインローターを装備した第二の試作機が発表された。二十八 n は二千六年には、ロシア軍より十機の発注がなされ、二千十五年までには、 合計で300機が発注される予定であったが、実際には、か -52 などと、並行して攻撃ヘリの導入が行われたため、発注数は減少た。輸出用の派生型機として、未 -28NE と、夜間戦闘装備を排した未、未 -28D がある。2008年からは、レーダー反射弾面積の低下、航続距離延長、高度な兵器制御システム、 空対空兵装の運用能力、最高速度の増加、時速 600km などの改良をした、ミイ -28 ナノメートルが開発中で、2017年に開発を終える予定である。ミイ -28 は、機種下に、機関砲、スタブウィングのパイロンに、各種ミサイルやロケット弾を搭載する、攻撃ヘリコプターとしては、オーソドックスなスタイルとなっている。胴体幅は絞られ、 正面投影面積が限定されており、エンジンは胴体後部左右にある。乗員は胴体全部にタンデム式に配置されており、前席が後方圏攻撃手、後席が操縦士となっている。副操縦装置も設置されていない。操縦席は防弾装甲が施されており、特徴的な機種には電子装備が搭載されている。また、テールローターは、 R-64 同様に X 字の形をしている。常実のように2-28は兵員輸送用のヘリコプターではないが、機内には3人分を搭乗させられる空間が存在しており、兵士を救助した際などに利用される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。